平均の検索順位も高いですよね。全体の平均で10位とかってかなりすごいですね。え、かみ合ってんのブログ運用としてもう基本の木みたいなもので、こんだけ検索エンジンからアクセス呼べてるのもすごいし、月に2万円とかまでできてるのもすごいことなので。はい、ではやっていきましょう。今回の動画なんですけど、今回はちょっと今までやったことない企画というか、 テーマで話をしてみようかなと思います。で、何をするかっていうとですね、今回、えっと、とある方に協力をしてもらいまして、そこで、サーチコンソールを見ながら、ブログ戦略をアドバイスしていこうじゃないかという企画になっています。まあ、今までブログの添削とか、まあそういうのをしていたりとか、あと対談でいろいろアドバイスをするっていうのはあったんですけど、今回はサーチコンソールを見ながらね、ちょっとアドバイスをしてみようかなと思います。で、そのブログについて、僕は今、 その事前情報みたいなのもなくて、まあ一応 PV 数と、ん業ん、行と、まあ今の収益ね、ぐらいは聞いていて、まあこれから喋っていくんですけど、サーチコンソールとかもほとんど何も見たことない状態なので、まあそういうのを見ながらね、まあどういうふうなことを読み取るのかとか、まあどういう戦略を考えるのかみたいなのを見せていければなと思います。はい。で、今回、アドバイスをしていくブログが、メンズヘアワックスラボ。 というブログですね。ありがとうございます。パパランナーさん。あの、この動画を撮るにあたって、サーチコンソールとかを公開させてもらうっていうことで、もちろんその辺も許可を取って公開をしていくので、まあその辺はね、なかなかそ、このサーチコンソール公開したくないっていう人が多いと思うので、難しいかなと思ったんですけど、心よくご協力いただいたので、まあこういう感じでね、メンズヘアワックスの特化ブログですね。4歳の娘を持つパパブロガーということで、ヘアワックスを常に20種類以上持っているヘアワックスマニアすごいですね。 僕もヘアワックス持ってますけど、今は一つ、二つぐらいしか持ってないんですね。まあそこの特化ということで。で、事前に聞いているので、えっ、ー、と、これの運用歴が2年6ヶ月。で、月間の PV 数が4万 PV の月間の収益が2万円ぐらい出ているブログっていうことですね。なんか純粋に2万円出てるってすごいですよね。このヘアワックスみたいなので。まあおそらくほとんどが Amazon とか、 そういうものの物販だと思いますけど、それで2万円ぐらい収益出てるって、かなりすごいなと思います。まあ正直そんなに収益性の高いようなジャンルではないんですけど、まあそこでもしっかりと、こう出ているということで、まあ収益がね、まあそれをもうちょっと伸ばせるようにっていうことでアドバイスをしていこうかなと思います。まあ必要に応じて、 記事の添削とかそういうのもするかもしれないんですけど、今日の本題はね、サーチコンソールの方なので、早速そっちを見ていきましょう。はい、ということで、これですね。これが共有してもらったものになります。本当に本当にありがとうございます。はい、検索パフォーマンスということで、これ最初の画面ですね。これを見ながらちょっといろんな話をしていこうかなと思うんですが。えーっと、とりあえず、検索パフォーマンスで言うと、結構アクセスありますね。 レイリーで2月6日が最新のデータになってますけど、これで751回のクリックがあるので、まあ結構、それなりに、こう、検索エンジンからの牛入を取れているような感じですね。まあ、2万円ぐらい収益が出てるってことで、まあこのジャンルが惜しいですよね。多分こんだけ検索エンジンから集客できると別のジャンルでもっとマネタイズが できるようなとこ。まあ、要は高単価の ASP 案件があるようなところだったら、もっともっと、まあ、何十万って収益出てもおかしくないんですけど。まあ、でもそれはそれで、そうなってくると、また、SEO が難しくなったりするんで、これと同じ結果は出ないかもしれないんですけど。はい。まあ、一応そんな感じですね。うん。まあ、メインこっちなんで。まあ、ここを見ていきましょうか。はい。検索結果に進むと、こんな感じですね。 まあ、とりあえず、過去3ヶ月って表示しているんですけど、まあ、安定して検索エンジンから集客できてるのがわかりますよね。もうちょい期間長くしてみましょう。2年6ヶ月ぐらいということなんで。まあ、ここで表示できる最大ということで。あー、そうですね。2021年の10月11月ぐらいまだ、まだそんなにアクセスがなくて、そこからじわじわ伸びて、まあ、順調ですよね、めちゃくちゃ。 なんかそんなにこのグラフだけ見てると特段アドバイスすることもなくてそのままやっていけばええんちゃうって言いたくなるような感じですね。はい、検索、平均が検索順位も高いですよね。全体の平均で10位とかって結構、ってかかなりすごいですね。まあこれ多分ヘアワックスの特化にしているっていうところがめちゃくちゃ効いてそうな気がしますよね。ヘアワックス特化にしていることで、 その辺の検索が。まあ、しかも、あの、結局、マネタイズがそんなにできるようなところではないので、多分、競合もそんなに強くないから、検索エンジンからの流入というか、SEO かなりうまくいってる気がしますね。はい。で、どんなキーワードで流入があるかを見てみましょう。一応500件にして、500枚いらなかったか。まあ、いいでしょうで。あんまりちょっと、期間が長すぎると、逆に見にくいので、 過去28日間とかにして、直近でどんなアクセスがあるのかを見ましょう。そうすると、一番多いのが、リップスワックスというキーワードですね。続いて、リップスワックスおすすめとか。まあ、この、リップスワックスっていうのがめちゃくちゃ多いと。リップスワックスっていうのがあんまり何かわからないけど、まあ、ここですごい押してるやつですね。リップスワックス。あ、これメーカーなんだ。僕、初めて知りました。<laughs> リップスっていうところのワックスでリップスワックスね。へえー、なるほど。 まあブログでもこれを押してるし。まあ多分検索 SEO で流入があるから押してるっていうのもあるかもしれないですけど。リップスワックスみたいなのでも、まあ平均で4位、5位ぐらいにいるって感じですね。おすすめとかだと1位。めっちゃいいやん。何これ。<laughs> アドバイスいるちなみにそれ以外だとあ、デューサーですね。これはワックスで有名ですね。まあこれも1位なんだ。へー。デューサー。 まあ、ほにゃららかけるおすすめみたいな。ところでもかなり上がっている。うんうん。なるほど。で、もうちょっと詳しく見たいので、まあ一番じゃあ多い、リップスワックスでの牛乳が多いので、これをもうちょい深掘りしてみましょう。 っていうときは、えっ、ー、と、クリックすると、この LipsWax っていうクエリーに絞り込みされるので、この状態で、ちょっと見てみましょう。ああ、まあまあまあ、でも。まあ、このページですね。LipsWax が変わった全10種類リニューアル内容を比較してご紹介というところに、 まあほとんどのアクセスがあると。まあちなみにさっき見なかったんですけど、えっ、ー、とページ単位で見ていくと、一番検索エンジンからの流入が多いので、これさっきのやつですね。やっぱりリップスワックスっていうクエリが多くて、それの流入がこのページと。で、二番目に多いのがこれ。うん。なるほど。リニューアル。 で、えー、これ、純粋になんでこのページにそんなに流入があるんだろう。今度はこのページで絞り込んでみましょう。このページへの流入クエリーを見ると、リップスワックス、リップスワックス比較、おすすめ。まあ、でもほとんどその辺だな。 リップスワックス、洗い落とし。<laughs> あ,あ、リニューアルみたいなのもありますね。でもそんなに多くない。他のところが圧倒的に多い。これなんかすごい不思議なページですね。ちょっと本人に聞いてみないとわからないんですけど、リップスワックスおすすめみたいなのでこれが評価されてるっていうのがちょっと不思議なところですよね。タイトルにも入ってるわけじゃないし。 もうどっちかっていうとこうリニューアルみたいな内容になってるので。だからこういうリップスワックスリニューアル比較とかこれで上がってるのはわかるんですよね。検索意図としてドンピシャだと思うので。だけどこういう単体というかリップスワックスとかリップスワックス、まあ比較はあるけどおすすめとかで上がってるのはなんでこれ上がってるんだみたいになりますよね。うん。だからこれ一個 思うのは、やるやらないっていうのはかなり微妙なところではあるんですが、多分、このページって、まあ要は検索意図が合ってないんですよね。リップスワックスをす,すめっていうのと、このリニューアルの内容を話してるっていうところの検索意図が合ってないので、おそらく結構取りこぼしているところがあるような気がするんですよね。まあリップスワックスで調べる人も、正直一番多いのもそこなんですけど、リップスワックスで調べる人も、 別にそのリニューアルの内容を知りたいわけじゃないので。ってなった時に結構取りこぼしてるんで、収益のことだけを考えると、このページはもっと変えたいなと思いますよね。リップスワックスをおすすめっていうので、調べる人の検索意図が何なのか。まあ、どれを買えばいいのか。リップスワックスの中でどれを買えばいいのかとか。あとは。まあ、でも一番大きいのはそれか。まあ、実際リップスワックスどうなんみたいな。 そんな話だと思うので、もうちょっとそっちに寄せていってもいいかもなとは思いますね。まあ一個一個の詳細みたいなのが書かれ,書かれてるので、全く検索意図外してるわけじゃないので、いいんですけど、多分もっと収益のことだけを考えるとおすすめとかに、個人的には寄せていきたいなと思っちゃいますよね。まあでも怖いんだよな、それやると。何が怖いかっていうと、結局今これで評価されちゃってるんで、しかもめっちゃ評価されてるわけじゃないですか。 このサイトで言うと、これがもう一番評価されてる。まあ流入数で見ても、ね。じゃあ過去28日間、まあ約1ヶ月の間に2.34万回検索エンジン経由でクリックがあるんですけど、じゃあその中の6000回以上がこの記事に流入があるので、 だから、変にいじってこの t j の流入がなくなるっていうのは嫌なので、めちゃくちゃ買いにくいなとは思うんですけどね。思うけど、収益のことを考えるんだったら買えた方がいいかも。まあ、これは本人がどうしたいかっていうところで、今の収益をどう思うかですね。もう2万円でも十分だと。自分でもこんなにこのサイトとかブログで行くと思わなかったから、2万円でいいんだって思うんだったら買えない方がいいと思うし、いやいや2万円じゃ見ないと。5万円、10万円っていかなかったら自分の項目標は全然達成できないから。 て言うんだったら、まあちょっとその辺はリスクもあるけど、SEO が下がるっていうリスクもあるけど、その辺は手を入れていってもいいかもなとは思いますね。はい、ちなみに今検索結果のパフォーマンスばっか見てますけど、他のところも見えましょうか。この辺はそんなにあるわけではない。インデックス72件。あまあでも、 そんなにページ数多いわけじゃないですね。インデックスが70件ぐらいってことは。このサイトの中で70件ぐらい。だから記事数も何百記事もあって、その収益が出てるわけじゃないっていうのは。普通にコスパもめっちゃいいし。その収益性がそんなに高くないジャンルにしては、PV 数とか収益性っていうのもすごい高いので。まあかなりうまくいってる。 なと思いますね。はい、ページエクスピリエンスもめっちゃいいですね。両方 URL100%。ウェブに関する主な仕様、モバイルユーザビリティ、HTTPS、すべて両方です。素晴らしい。 ま、ちなみにないと思いますけど、手動による対策を見ておきましょう。あの、手動ペナルティみたいなのはここに来ます。手動ペナみたいなのを受けると、ここに警告が来るんで。まあ、自分の、あの、SEO とかうまくいってない人は、こことか見てみるといいかもしれないです。えっ、ー、と、よくあるのは、不自然なリンク、あとは、低品質なコンテンツ、あと最近リダイレクトとかそういうので、ペナルティ来たりするんですけど。なるほど。 まあ、コンテンツだけじゃなくて、その辺もかなりしっかりしているということですね。うん。もう一ページぐらい見てみましょう。二番目に流入が多いのは、これですね。リップスワックス、組み合わせおすすめ6000。 このページにどんなキーワードで流入があるかというと。え、カニバってるリップスワックスおすすめ、こっちでも流入ありますね。カニバってる感がある。まあ、それは後でちょっと見ましょう。うん、うん、うん。組み合わせ。混ぜる。組み合わせ。まあ、多分この辺が本来狙いたかったとこな気がしますけどね。さっきのと、 被ってますね。リップスワックスおすすめっていうところとか。例えばこれとかで調べてみると、リップスワックスを進めっていうクエリーで絞り込んでページを表示する。ああ、そうですよね。これ思いっきりかにばってますよね。この二つ。これ今、要はこのクエリー、リップスワックスを進めっていうクエリーからどこに入念があるかっていうところで、今二つページが出てきてるんで、 これ食い合ってる状態ですね。あ、てか違うわ。これどっちも1位2位なんで、1、2でどっちも入ってるんですね。なるほど。<laughs> なるほど。カニバってるけど、カニバったまんま上取れてるパターンですね。あの、そうそうそう。これまあ珍しいケースっていうか、普通にあるはあるんですけど、あの、あんまりこの話ってしてなくて、実はカニバリの時でも。なんかこれを言うと、じゃあカニバリそのままにしといてもいいや、みたいな感じになっちゃいそうなんで、 この話別にしてないんですけど、実際に検索します。はい。そうするとこれですね。リップサックスをすめっていうところで1位で、で、これを見ると今は、このリニューアルの方が1位なんですけど、要はこっちの方、こっちの組み合わせっていうのと、 あともう一個はリニューアルの方っていうのが出ている、どっちもが表示されてしまっているような感じですね。これとこれが日によって入れ替わっているよ、入れ替わってる感じみたいですね。はいで。で、どっちかっていうと、こっちのリニューアルの方よりもおすすめっていう方は、まあ、こっちの組み合わせの方が上に出ているんで、まあ、1位なんでね。 こっちの方が流入多いよってことですね。まあでもやっぱりそうですよね。さっきも言ったんですけど、これおすすめで表示されてるんですけど、本来おすすめで表示多分したいやつじゃないし、されるやつじゃないので、まあそれが、まあ評価されてしまってるのは、いいことっちゃいいことなんですけど、まあそれによって若干食い合ってる感じがあるので、まあこの辺はちょっと手入れていきたいかもしれないですね。 うん、うん、うん。多分こっちですよね、本来。いや、でもないか。でもないですね。これ組み合わせのおすすめ6000なんですけど、これがダメっていうわけではないんですが、これ多分検索意図としては、普通にリップスワックスのどれがいいのかっていうのが知りたいと思うんですよね。リップスワックスおすすめって。キーワードは。だから組み合わせのおすすめとかじゃなくて、そもそもどれなんみたいな。 どれか一個教えてくれよ的なので、まあ、これもね、多分若干検索意図からずれるんですよね。って考えると、いや、おそらく、これで狙ってるのは、これですね。本丸というか、紙質別リップスおすすめワックスをご紹介、ワックスの使い方はという、これで本来リップスワックスおすすめで上位を取れるっていうのが、なんとなく理想な感じはします。 なんでこれ、リップスおすすめワックスみたいなあれになってるのかはちょっとわかんないですけど。普通にリップスワックスおすすめ、丸線みたいな感じでいい気がします。なんか他のやつが、それでうまくいってるんで、わざわざ変える必要ないかなと思います。で、これをどうするのかっていうとですね、 じゃあ今言ったようなのを、これじゃあ実際どうしていくみたいな話なんですけど、まあ本来は評価され、これは、この記事はこっちで、この記事はこっちでみたいに評価されてほしいんですけど、まあ今それがあんまりうまいこと、機能はしていないと。で、それをどうするかっていうと、やっぱり基本とりあえずやるのは、コンテンツのリライトと内部リンクの調整っていうのが、 一番手っ取り早いんですが、例えば、ただね、これはね、外部からのアクセス、あの、アドバイスめっちゃしにくくて、このページからどこに内部リンク貼られてるっていうのがちょっとパッてわかるわけではないので、うん、うん。一応これですね。ここに内部リンク的なのは貼られているんですが、 できればね、多分上の方から貼ってやる方がいいんだよなだから、まあ、内部リンクがあるないっていうのは、まあまあ、とりあえず、あの、本人にね、確認してもらうというか、あの、記事書いてる本人が一番分かってると思うので、例えばこいつをリップスワックスをす,すめみたいなので表示したいんだったら、リップスワックスを進めみたいなアンカーテキストで、こいつに内部リンクを送ってやるっていうのが基本ですね。 例えば、このページから、リップサックスおすすめ。まあ、おすすめのリップサックスでもいいんですけど、そういうキーワードで、えっと、こいつに飛ばしてやる。まあ、そうすると、まあ、一応ね、あの、理屈上はというか、リップサックスおすすめっていうので、こいつが上位表示されやすくなるっていう感じです。まあ、同じですね。まあ、こいつ、こいつからも、こいつに送ってやる。まあ、逆に、こいつとかからは、リップサックスの、えっと、組み合わせは、組み合わせのおすすめは、みたいな。まあ、そういうアンカーテキストでこっちに飛ばしてやる。 そうすると、こいつはこいつで、リップサックス、組み合わせおすすめとか、組み合わせとかで、上位表示されやすくなるとか。まあ、こういう内部リンクの調整みたいなのはもうめちゃくちゃします。この内部リンクの調整をしてない人って結構多いと思うんですけど、うーんと、そういうのはちゃんとやった方がいい。まあ、ブログ運用として、もう基本の木みたいなもので、 まあ、と言っても多分初心者の人とか、あんまりうまくいってない人は全然やってないんですけど、多分ある程度結果出てて、この内部リンクの調整みたいなのもしてない人はマジでいないと思います。まあ、そういう、今、えっと、言ったみたいな、サーチコンソール見ながら、あこの記事こうやって上がってんだ、あこの記事自分の思い通りにいってないな、みたいなのを見ながら内部リンク調整したり、リライトしたりするのが、まあ、ブログ運用ですね。はい。あともう一個、まあ今の内部リンクの話なので、まあ内部リンクは他のやつも 共通で、そんな感じで内部リンク。まあ、ちゃんと自分が意図した通りに SEO に評価してもらえるように内部リンクで動線を作ってあげるっていうのは、ま、やってもらおうとして他の記事でも。あとは、コンテンツの部分ですよね。コンテンツの部分。あんまりサーチコンソールだけでこうやって見ていくことがないので、僕は。ちょっと、どうしようかなという感じなんですが、例えばこの記事に絞ってやると、 ああ、なるほど。ああ、でもそうっすね。やっぱワンツーなんだな。今は、一個しか表示されてないけど。 どっちも表示されてますね。ど、なんかどっちかが飛んでるとかすげえ入れ替わってる感じかと思ったら、そうでもないですね。この辺見ててもずっとどっちのページも毎日アクセスがあるんで。まあそれか。も、すごい勢いで入れ,入れ替わってるとか。いやでもそうでもないよな。まあでも本来多分こっちを評価してほしいと思ってると思うので、まあこいつについては普通にもっと強化していってもいいのかなとは思いますね。 まあぶっちゃけコンテンツとしてもそんなに多いわけではないのでまあコンテンツ増やしたらいいかっていうとそうでもないんですけどまあでももっとこのコンテンツ自体を強化してやってもいいかもなとは思いますね動画とか入ってるのもいいですね動画がページに入ってるっていうのも SEO 的には大事なことなのでまあ別に自分の動画じゃなくても他人の動画でも ちゃんと役に立つものが入ってるっていうのは大事なことだと思います。まあもちろん自分の動画に越したことはないんですけど。そうだな。これでもやるんだったらもうちょいこのページを評価させたいので、もうちょっとあれですね。個人的には記事を足すかもしれない。記事を足すというのは、んんんなるほど。これ、 やってないと思ったら、ちょっとやってるんだな。これね。今ここにあるやつ。内部リンク。個別のレビューみたいなのもやってますね。それぞれの商品。リップスマットハードワックスで。こっちでレビューに、セットのレビューみたいなのに飛ばして、こっちでこういう感じのレビューもしているんで。 これはすごいいいなと思うんですけど、これやってないやつあるんで、できるんだったらやった方がいいですよね。あとね、もっと目立つようにしないとダメですね。あのー、リンクが <laughs>、ちょっと死んでるというか、多分これ気づかないので、ほとんどの人は。このレビューって結構重要度が高いものなので、もっと目立たせるようにしないとダメですね。これとかもそうなんですけど、ボタンとか使った方がいいです。その全部を目立たせるっていうのは、それはそれでダメなんですけど、ただこれは結構、 なんだろう紙質診断とかあとはこのレビューとかっていうのは重要度が高いので、この重要度の高いようなものをこうテキストリンクで周りになじませてしまうっていうのは、まあすごい機関損失なので、ちゃんとボタンとか使って目立たせるようにしないとダメ。で、えっと、これとか、例えばエアーマットワックスみたいなのは、これレビューとかないので、こういうのもちゃんとレビューを入れてあげる。 はい、たぶん他のもね、あるやつとないやつがあるんですよね。なので、ちゃんとこういうのでデビュー入れてやって、えー、っと、そこ、ここのページからそっちのデビューにライブリンクを飛ばしてあげる。そうですね。この辺ももう同じですね。まあ、これもね、さらっと紹介したいだけなのもちろんテキストリンクでもいいんですけど。もうちょい。なんかおすすめみたいなやつって、 制約記事だと思うので、特にマネタイズが弱いブログなので、そのジャンル的にブログ、あの、マネタイズが弱いので、こういうのは目立たせてあげて、あげた方が収益化にはつながりますよね。はい。まあ、あとね、これも他の記事もそうなんですけど、まあ、人気記事は書きからどうぞで、まあ、こういう感じで、まあ、今回ね、あの、SEO で評価されているようなやつ、こうやって、 貼られているんですが、この辺もできたら、まあ、これ動画がリンク切れになってるんで、これ直すのと、まあ、本文中からもうまいこと誘導してあげられるといいなと思いますね。例えば、おすすめのヘアワックスみたいなのは、やっぱりこれを読んでる人でもかなり気になる人が多いと思うので。だから、ページの上の方から、まあ、これはさらっとでいいんですけど、別に飛ばす、そんなに ね、飛ばす必要ない。この個別の記事を見てる人は、この商品にそもそも興味がある人なんで。だからページとしてはこれでいいんですけど。まあでもおすすめのヘアワックス、えっと、リップスワックスはこっちみたいな感じで、こっちに当選作っといてもいいかもなとは思います。こっちの方にね。このページに。はい。とりあえずざっくり言ってきましたが、そんな感じですか。 まあ自分自身がこう記事を書いてないのとブログを作ってないのでなかなかわからない部分もたくさんあるんですがまあでも全体的には非常にうまくいってるんでなんかそんなね何かを心配することも何もないような気がしますよねサーチコンソールこういう感じでえっと期間の比較もできるんでまあこういう感じで 期間比較みたいなものとかやってもらうといいかもいですね。まあ特にアップデートの前後とかで期間比較すると、どのページが上がって、どのページが落ちてるみたいなサーチコンソールでも終えるので。まあ,あちなみに、まあこれめっちゃ、あの、小技なんですけど、これ過去28日で今期間比較してるんですけど、このまま期間の比較するとめっちゃわかりにくいんですよね。これ、えっと、どっちかが、 ま、28日と、その前の28日なんですけど、これめちゃくちゃわかりにくいので、このまんまだと。なんで、一旦期間を比較した後に、えっと、適用をしてですね、その後に、えっと、もう一回比較のとこ行って、カスタムのところを選択してください。そうすると28日、28日で選択された状態で、ここのカスタムが、もう設定されてるんで、このまま適用します。そうすると、ここに日付が出るんで、さっき過去28日って、ここ、えっと、ここのね、見出しのとこ。 ここができたんで、これめちゃくちゃわかりにくかったんですけど、こういう感じにすると見やすくなるんで、めっちゃ小技ですけど、やったことない人はやってみてください。どっちが1だよみたいになるんですけど、ま、これだと一発でわかりますよね。こっちの、えっと、左側の方が、えっと、最終的やつで、その右側が、その前の28日っていうのがわかりやすいんで。で、これとかで比較してやって、ま、そうすると、えっと、 まあ2ヶ月前ですね。2ヶ月前と過去、今から1ヶ月前ぐらい28日を比べて、このぐらい増えてるっていうのがわかるんで、この辺でいろいろと見ていくと。まあこれ、リップスワックスおすすめだったので。まあさっきね、えっといろいろと見てましたけど。そうすると、まあやっぱりどっちも上がってんだよな。 うん、うん、うん、うん。まあ、どっちも順位上がってますよね。ちょっとずつ順位が上がってる。だからその辺が影響して、流入増えてる感があるけど。はい、ちなみにちょっとだけ記事の添削的なものをするとですね、まあ、あんまりこれもやってると長くなっちまうので、まあ、簡単に えっと、やってしまうと、あのね、もうちょい全体的に多分タイトルみたいなところは考え、考えた方がいいかもなとは思います。今って、なんだろうな。うーん、まだ SEO とかをすごい意識したタイトルになってるかっていうとね、なってないんですよね。まあ、ブロガーさんって感じ。SEO メディアのタイトルっていうよりは、本当にブロガーさんのタイトルっていう感じで。 何かっていうとですね、やっぱこういう、まあリップスおすすめワックスをご紹介、ワックスの使い方はびっくりはてなとか、まあとかこ,これとかもそうなんですけど、リップスワックスが変わったびっくりはてなみたいなのとか、こういう使い方基本やっぱしないんですよね、SEO メディア的に言うと。か何かっていうと、うんやっぱりもったいない。じゃあこの変わったっていうここに何かキーワード含まれてるわけでもないので、じゃあそれを別のものにした方がいいんじゃないとか。 そういうことを考えるんですよね。だからもっと魅力的にするためにはとか、もっと SEO 的に意味があるキーワードを突っ込むためにはどうするかみたいなので考えた方がいいって。タイトルみたいなのは見ていて思いました。多分これ、えっと、ほとんど全部共通だと思います。えっと、例えばこの横に出てる。リップスのワックスはどのキョで買える値段はお得に買う方法はみたいな。<laughs> はい。ものすごいブログ的な感じなので。あ、それがダメなのかっていうと、ダメではないんですけど、もっと良くするためには、 もっと SEO のことを意識してできるといいかなと思います。はい。あとリンクのことはまあ言ったので。とりあえずそれでいいとして。あと、これで、ね、できればでいいんですけど、まあこれ一番の主益記事になると思うので、まあだからもともとそういうつもりでたまに書いてると思うので、なんかこの写真とかは、 もうちょっとこだわってもいいかもしれないなとは思いますね。なんかこれすごいもったいないんですよね、この写真って。何がもったいないかっていうと、結局自分でちゃんと写商品持ってて撮ってんのか、どこから撮ってきたのかとかよくわかんないのと、別にこれで何かの魅力が伝わるわけではないので、なんかもうちょっと加工してやるといいよなとは思いました。例えばこっちで写真とかいっぱい持ってるじゃないですか。だからこれを1枚で使うんじゃなくて、えっと、まあキャンバーとかでも何でもいいんですけど、画像をですね、4枚ぐらい、例えばこれ、 この写真と、この写真と、ええー、と、まあ、例えば、この写真と、みたいな感じで、4枚ぐらいで1枚の画像を作ってやる。イメージ湧きますかね。1枚の、1枚の画像の中に、えっ、ー、と、4枚、えっ、ー、と、バンバンって並べてやって、まあ、1枚の画像が4分割されてて、4枚の写真があるみたいな感じなんですけど、そういう感じにしてやって、えっ、ー、と、ここに突っ込んでやる。 そうすると何がいいかっていうと、あ、この人は本当に買ってやってるんだなっていうのがわかるじゃないですか。で、そのヘアセットというかね、自分でちゃんとこう使ってるっていうのは、ここのページに来るとわかるんですよ。ここのページに来て、こうやって写真見ると、お明らかに使ってるじゃないですか。で、こうやって写真も撮ってわかりやすいと。でもそれがそこに来るまでわかんないんですよね。 で、おそらくほとんどの人はそこに来ないんですよ。まあこれさっきも言ったんですけど、シルクテキストもそんなにね、テキストリンクを目立つわけがないので、じゃあこれをどんだけの人がクリックするかっていうと、やっぱりそんなにクリックする人いないと。でも、ここの画像のところにさっきの4枚くらい載せてやったら、もうこのリンクなんて辿らずにこの画像を見るだけで、そんだけ伝えることができるので、だから絶対にそれはやった方がいいかなと思います。なんかもったいない。せっかくこんだけやってるのに、その苦労が多分、 どのぐらいかわかんないけど、20人に1人とか。もっとかな、30人に1人とか。下手したらもっともっと少ない人数にしか伝わらない。20人に1人だって5%だし。例えば40人に1人だったら2%ぐらい。半分の2.5%とかじゃないですか。いや、めっちゃもったいないですよね。で、結局95%とか98%とか、そのぐらいの人を、 に魅力を伝えることができてないっていうことになるので。まあ、すごい取りこぼしにもなるんで。はい、その辺は変えてやるといいかなと思います。あと、これね、自分の宣伝をするわけではないんですけど、できればですね、あの、うちシンプルブログデザインっていうプラグイン使っ、作ってるんですけど、それとら使ってもらうといいよなと思います。あの、そのプラグイン使うと比較表が作れるんですけど、そういう比較表とかで比較してやる方がわかりやすい。 えっと、今ね、画像があって、こういうのがあるんですけど、まあ、これ分かりやすくでいいんですけど、えっ、ー、と、こういうものを、えっと、表として作ってやる。だから、それぞれのマックス横に並べてやって、えっ、ー、とまあせ、ま、制、圧、セット力とか、おすすめの人、どういう人とか、価格とか、そういうのを表に全部まとめてやる。で、上の方に貼っとく。多分、それだけで制約率上がります。 とか、まあ結構記事単位で見てもできることあるんで、まあ内部リンクの調整と、まあ内容を充実させるとかね。まあブログ運営そのものなんですけど、それが。まあそういうことをやってもらえるといいんじゃないかなと思います。まあただ、あの、冒頭の方でも言ったんですけど、このめちゃくちゃ収益化しにくいようなところで、まあヘアワックスの特化ブログっていうことでヘアワックスっていうジャンルに絞ってですね、まあこんだけ検索エンジンからアクセス読めてるのもすごいし、で、 まあほぼ物販しかないような状態でマネタイズ、月に2万円とかマネタイズできてるのすごいことなので。はい。だから基本的なやり方とか記事の書き方とか、もうそういうのは間違ってないと思うので、まあその辺は今のままやってもらってですね。はい。まあ今回僕がいろいろとアドバイスをしたんですけど、まあその辺のことも取り入れてもらいながら、今後のブログ運営をしていくと、まあもしかしたらね、今よりももっと SEO とか伸びて収益も伸びるかもしれないので、ぜひ参考にしてもらえたらと思います。 はい。ということで、今日はこれで終わりにしましょう。では、ありがとうございました。お疲れ様です。またこういう企画やろうと思うので、よかったら見てください。あ、最後に本のですね。本の紹介しましょう。<laughs> はい。えー、っと、2022年11月18日にブログライティングの教科書を出版しました。今までになかったブログ記事の書き方に特化した本ですね。18年のブログ経験を凝縮したブロガーーベブライターにおすすめの一冊になっています。全国の書店、Amazon 楽天などで買うことができるので、まだ買ってない方はぜひお買い求めください。はい。今日ね、記事の書き方いろいろ話しましたけど、そういうのも全部この本にまとまっているんで、まだ読んだことない人ぜひ読んでください。はい。ということで、今日これで終わりにしましょう。では、ありがとうございました。 ブログのほうをもっと勉強したい人のために無料メール講座もやっています。ブログ収益化まで体系的に教えているから、ブログを本気で頑張りたい人にはおすすめの講座になっています。文章力を鍛えたい人のために文章の書き方を直接指導する FEO ライティング実践講座もやっています。ブログで稼ぐには文章力が必須なので、ブログ初心者から中級者にはおすすめの講座になっています。どちらも興味があれば概要欄からぜひチェックをしてみてください。そう、カニバルっていうのは、一つのクエリを自分の書いた記事で 複数の記事で取り合うみたいなものです。だから本来は A っていう記事が、まあこのキーワード、さっきだったら、えっと Max おすすめっていうキーワードで A が上がってほしくて A 書いてるんだけど、そうじゃなくて全然狙ってない B がこっちのキーワードで上がってきたとか、インデックスされるみたいなことをカニバリって言います。そうすると何がダメかっていうと足を引っ張るんです。要は A っていうのがちゃんとインデックスをされてると、 えっと、まあ、1位でした。でも B っていうのがなぜだかわかんないけど、インデックスされてしまって、で、B がインデックスされると、これがまた1位に来るかっていうと、1位に来なくて、だいたい位が下がるんです。めっちゃ下がります。30位とか40位とか。まあ、それって良くないじゃないですか。まあ、だからそういうのを内部リンクとかを調整したり、内容を調整したり、カニバラないようにしようみたいな話ですね。まあ、今のブログ運営だったら、その辺は、やっぱめっちゃもう怒るんで。 まあ、その辺のカニバリの話も、あの、ウェブショック TV で動画出してるんで見てください。カニバリで調べたら出てくると思います。SEO カニバリとか、中地カニバリみたいなんで出ると思います。モデルのお兄さんたちのイケメンぶりが気になってしょうがない。ああ、サンプルのやつですね。<laughs> まあ、ワックスの、あれとかはかっこいい人が多いですよね。なんか美容室の宣伝とかも。 レビュー記事のリンクをテキストリンクにしていました。ボタンに変更します。いや、それはちょっと違って、えっと、さっきのあの場面で使うんだったら、ボタンの方がいいよっていうあれなので、それは間違えないようにしてください。別にレビューだったら全部を、えっと、ボタンにしろとか、そういう話ではないです。それはもちろんケースバイケースで。たださっきのは、もうずっとテキストみたいなのが繋がってて、その中にテキストでリンクを置いといても、誰もにも見られないし、あれは見てほしいものじゃないですか。あれをクリックしてもらえれば、制約する可能性が高くなるので、だからそういうものは目立たせるべきだよねっていう。 でもそうじゃなくて、まあどっちでもいいけどよかったら見てねぐらいのものだったら全然テキストで置いとくっていうのでもいいです。それはもう周りの状況によって違うので、その辺は、あの、ちゃんとケースバイケースで判断した方がいいと思います。えっ、ー、と、ボタンで装飾する基準は収益につながるかどうかですかうんと、原則内部リンクは邪魔にならないテキストがいい。ただ、収益基準はボタンで装飾して積極的に装飾する。 おにゃららおすすめでどの商品がいいのかなという感覚の読者をど、この商品は使ったらこんな感じなんだまで一気に教育するイメージか。うーん。えっとね、それで言うと、まあ収益につながるものは、ボタンで置くことも多いんですが、ただ全部じゃないんだよな、それでも。いや、やっぱ違いますね <laughs>。違うな。収益につながるかどうかじゃなくて、目立たせたいかどうかですね。 結局何のためにボタンで置く,置くかっていうと、目立たせたいからじゃないですか。何かでもそれは理由がある。その、運営者としての理由があるわけで、それを読んでほしいとか、収益につながるとか、何かしらの理由があるわけで、収益につながらなくても読んでほしいものは当然目立たせるべきだと思うので、ボタンにするべき。逆に言うと、収益につながるものでも、そこでそんなに目立たせるべきじゃないと思うんだったら、えっと、ボタンにするべきではないっていう感じなので、その、機械的に、その、判断できるようなところではないので、 だからそれはその都度判断していかないとダメなところですね。まあさっき言ったのと被りますけど、話的には。そういうものではないです。よく聞かれるんですけど、その例えば極端なあれだと、テキストリンクとボタンリンクどっちがいいと思いますかっていうふうに聞かれるんですけど、やっぱそういうものってなくて、それって言うとですね、えー、っとね、カレーとラーメンどっち食べたらいいですかみたいな質問と同じで、 いや、それはもうその人にもうよるし、ケースバイケースじゃないですか。じゃあ、カレーを食べるときはこんなときで、ラーメン食べるときはこんなときですかって言われても、いや、それは人によるし、その、そのときで違うんで、わかりませんみたいなことになるんですけど、リンクも同じ感じですね。もうそれはそのときで違うとしか言えない。でも、カレー、カレー、カレーで食べてるんだったら、じゃあラーメン食べたいよね、みたいな。ここだけは、なんかその、言えるけど、それ以外はちょっと何とも言えないな、みたいな。 だからさっき言ったみたいな目立たせるところではボタンリンク使いましょう。まあこれに関しては、えっと、もうこれしかないと思うんですけど、でもそれ以外のところは多分そういう感じにはならないので。まあだからこそ、やっぱりこれを目立たせ,出せるべきかどうかっていうこととか、まああとは他のことも共通なんですけど、その、主者選択をするというか、情報の主者選択をしてあげる。とか、そういうことはすごい大事だなと思いますね。 まあ、ブログ運営者がやっぱりやんなきゃいけないこと。だから情報を、この人、この読者を、このゴールに連れて行くまでには、一体どういう情報が必要で、何が必要で何が必要なくて、どういう道のりを辿っていったらいいのかっていうのを作るのがブログですね。だから、動線と情報の主者選択です。もうこれかブログ運営です。 ぶっちゃけ他の後のことっていうのはブログ運営でもなくて、SEO も別にどうやっていいんです言ったら。だって集客するのは SEO にこだわらないので。みんな検索エンジンからなぜだか集客しようとしますけど、別に検索エンジンじゃなくてもいいんですよ SN。SNS だっていいわけじゃないですか。だからブログの本質には別にそこっていうのは全然関係なくて。でも情報の取捨選択と、この動線作りみたいなのはないと、これブログにならないと思うので、まあ収益ブログですよ。日記ブログみたいな何でもいいやつは別にそんないらないんですけど。 自分のただの日記なんで書きたいことを書けばいいんですけど、ただ収益ブログっていうのはやっぱり誰かの役に立つブログ、価値提供の対価としてお金をもらうっていうのが、まあブログとかこのアフリエイトっていうものなので、そのためには、だからこう悩んでる人このゴールまで連れていくっていうことをしなきゃいけないんですけど、それに必要なのが情報の主査選択と、えっと、動線づりですね。で、そのために必要なのがそういうさっき言ったテキストリンクの使い分けとかなんですよ。 だから、全部のものを、例えば、あ内部リンクとかわかりやすいんですけど、内部リンクを全部ブロックカードにしてる人っていると思うんですよ。めっちゃいると思うんですよ。テーマのデフォルトがそうだからってそうしてる人結構いるんですけど、僕はめちゃくちゃ反対なんです、それって。まあ、今の話を聞いてもらったらなんとなくわかると思うんですけど、それって全く、こう、情報の主宰選択みたいなのもしてないんですよね。とにかく、全部のものを読んでくれ、読んでくれ、読んでくれ、読んでくれって言うだけ。 いやでもそうじゃなくて、この流れだったらこの記事はそんなに読まなくていいけど、こっちは絶対に読んでほしいみたいなのがあったりするわけじゃないですか。記事の中でも優先度って違うわけで。それをちゃんとこっちでコントロールしてあげる。読者がどういうふうに記事を読んで、どういうふうにそのブログの中を回遊して、悩みを解決した、していったらいいのか。まあ、それこそ w e b s o k t v を見ていて、動画がめっちゃあるじゃないですか。 で、どうしたらいいかわからないっていう人めっちゃ多いと思うんですよ。でもそれってもうそうにしかならないんです。なぜかっていうと YouTube ってそういうものなので。YouTube はブログみたいに自由度が高くないので、リンクをこう張り巡らせてどうこうみたいなことができないんですよね。もうできることは概要欄にリンクを突っ込んでおくぐらいで、自由にページを作ったりそういうのができないので。それに似てますね。その内部リンクとかリンクのことをあんまりこう考えずに適当に置いちゃうみたいなのは。 それと同じことが起こります。結局、読者としては、どっから読んでいいかわからないし、自分の知りたいことをどうやって知ったらいいのかわからない。で、自分は、だから、こうなりたい。今悩んでる自分がこうなりたいっていうゴールがあるんですけど、その、そう、どう辿っていったら、そこに辿り着けるのかわからない。じゃあ、このブログ見るのはやめようって言っていなくなる。だから、SE o 曲がらなければ、アフィリエイトでも商品が売れないみたいな感じになるまあ、突き詰めていくとこんな感じ。まあ、なので、 なんだろうな、初心者の人が持ってる、あんまりこう記事を書いてればお金を稼げるみたいなのとは、ほど遠い感じかなとは思いますね。ブログって言っても、やっぱり、うーんー、まあ本来のメディア運営とか、ウェブサイトの運営とか、そういうのに近づいてくるとは思いますね。まあていうか近づいてきてる。そのブログとかな、なんで曖昧だったんですけど、普通そうじゃないですか。例えば、何かの商売でもいいんですけど、えー、っと、何がいいかな。じゃあ、パーソナルジムで。 パーソナルジムを運営している会社がありますと。で、そのパーソナルジムに来るお客さんを増やしたいから、ウェブサイトを作ります。ってことは、そのウェブサイトを作る目的っていうのは、パーソナルジムの、例えば問い合わせとか、入会の申し込みみたいなところじゃないですか。じゃあ、その入会の申し込みを取るために、このサイトっていうのはどういうふうに作ろうっていうのを考えるわけですね。どういう情報を出して、えー、っと、どういうふうな設計でやろう。だから、例えば、えー、っと、まあ、わかりやすく言うと、入会の申し込みはこちらみたいな、 ボタンが絶対右上の方にあるんですよね。これなんでかっていうと、そのボタンがそこにあることで入会者が増えるから。まあ、クリック率が上がって入会者が増えるからなんですけど、そういうことをサイト全体で考えていく。まあ、ブログも同じですね。ブログも結局、その分かりにくいんですけど、結局何かあの目的があってそれを作るわけで、じゃあそれをするためにはどうするんだろう。どういう情報が必要で、どういう動線を作るのが良くて、で、何を読者に伝えなければいけないか。まあ、どういう伝え方をしなきゃいけないかっていうのもそうなんですけど。 そういうのを考えていかなきゃいけない。そうです。その都度読者ファーストでよく考えて判断しないといけないっていうのは本当にそうです。もうそうです。もうそうにしかならない。いや、すごいんですよ。だからユーザーファーストとか読者ファーストっていう言葉は、もう本当にありとあらゆるものが詰め込まれているめちゃくちゃ秀逸な言葉だと思います。ボタンリンクにするかテキストリンクにするかは文章とかの流れでその都度考えるってことですかね。はい、そうです。もう完全にそうです。それ以外はないです。 あの、機械的に判断しようと思うとマジでミスるんで、やめた方がいいですね。自分のサイトのジャンルの上位サイトなどをよく見ていったりというのもきっと必要か。まあそうですね。そうですね。まあ、てか普通になんかそういうところで学んだらいいと思いますね。その、別にその都度上位のサイトがどういうリンクになってるかっていうのを見る必要はないですけど、まあ、でも当然そんなのみんな考えてるわけですよ。 このリンクはテキストにするのがいいのか、それともブログカードなのか、ボタンなのかっていうのは全員が思ってることなんですよね。サイトを運営してる人、記事書いてる人は全員が思ってるんで。だから自分が悩んだらそういうのは検索結果を見に行けばいい。他の人が悩んでこうしようっていう思ったものがそこに現れてるわけなんで。だから、あ,あ、こういうところではボタンを使うんだ。こういうところではテキストを使うんだっていうのは。普通にその人なりの何か考えとか哲学とかそういうのがあってそういうことをするわけなんで。 だからそれを参考にさせてもらうっていうのは、えっ、ー、と、やった方がいいことですよね。まあそこから何を読み取るっていうのもその人次第なんですが、あ、これはこういう時にこういう感じになってるんだって。なんかそういうのをやりながら、あとは自分の考えとかもあると思うんで、そういうので考えていく。はい、という感じです。まあ新しい企画ということで、サーチコンソールを見ながらアドバイスみたいなことをしたんですが、まあ今回はね、その一つヘアバックスブログですね。 えっと、パパランナーさんですね。パパランナーさんに協力してもらったというか、まあ応募してもらったんで、それを、今回動画で使わせてもらったんですが、他にも何人か、そういう風に応募してきてくれてる方がいるので、まあそういうのでやってみてもいいのかなとは思います。まあまたやりたいなと思うので、ぜひぜひ。あの、これを見てる方も、えー、とそういうのやってほしいっていうあれがあったら声かけてください。 ああ、すみません。えー、っと、質問来てました。サーチコンソールでの分析どのぐらいの頻度ですべきなのでしょうかっていうのはもう、あと暇があったらやってください。記事を上げる旅とかそんな、そんなんじゃないです。基本的には毎日見る。毎日見てできる限りやってください。だから毎日分析できるなら毎日分析してください。ただ、毎日分析してどうこう考えるっていうのはまあ時間もないと思うし、そんなんやったら記事書けなくなるので。だから別に週1回でも、2週間に1回でも月に1回でも別にはい、できる限りやってください。 まあ、で自分が、なんて言うんですか。自分が楽するためなんで、それって。別にやりたくなかったらやんなくてもいいんですけど。まあでもその結果、なんかまたハズれな作業をしてしまって時間を無駄にするみたいなことになるんで。まあ、その方がよっぽどね、時間もったいないじゃないですか。だから、それはなるべくこまめに分析する方がせ、その戦略とか方向性考えられるんで、ミスも少なくなる。 でも、例えば、まあ、それこそ、1年に1回しかやりませんってなると、例えば、半年間ずっとずれた方向に行っていて、1年に1回やったら、あ、こっちじゃなかったわって、こっちに方向を変えていくって、すごい無駄でしょ。こうやって行ったら、もうストックについていたかもしれないけど、こうやって寄り道、回り道して行ったら、全然ゴールにたどり着かないとかってあるんで、まあ、そうならないようにはしてほしいなとは思います。もう、その頻度がどうなるかはわからないです。その人の時間の使い方によるんで。 専業で1日に12、3時間使えるんだったら、例えば1日30分くらいサーチコンソール見て戦略を考えるもできると思いますし。でも副業で1日に1時間しかないのに、サーチコンソール30分見たら、全然進まないので他のところが。だからまあその辺は本当と一にやるんで、もう自分のできるタイミングでっていう感じになります。横の特化とてもわかりやすかったです。ありがとうございます。いいですよね。横の特化いいんですよ。最近ほんまに横の特化でうまくいってる事例みたいなのをよく見るし、話も聞くので。 でも取られちゃうと、もう後でやりにくいので、めちゃくちゃ、横の場合は。縦の場合はね、いくらでも、例えば脱毛ブログってやってる人いっぱいいて、やり方あるんですけど、横の場合はね、コンセプト特化なんで、被るとめっちゃやりにくいんで。だから早い者勝ちです。タイトルにも書きましたけど。やりにくいあの、まあ、その動画の中では一応出さなかったんですけど、あの、マグリンさんが最近やってるのも横の特化ブログで、 あの、まあ、これ、えっと、本人が Twitter とかでも公言してるんで別に言っていいと思うんですけど、あの、買ってはいけない .com っていうのがあって、それも横なんですけど、ちょっと買ってはいけない .com で、えっ、ー、と、この商品は買わない方がいいよみたいなのをまとめたブログなんですよ。で、いろんなジャンル横断的にやっていて、買ってはいけないほにゃらら、例えば買ってはいけないスマホ、買ってはいけない、例えば不動産、買ってはいけない化粧品みたいなのをめっちゃやってるんですけど、あれも同じ横なんですけど、 被せるって難しいじゃないですか。あれも結構うまくいってるんで、じゃあ同じように買ってはいけないなんとかをやるっていうのは難しい。だってもうすでにそれがあるんだから。だから、割と取り合いみたいなところはあるので、まあ早いこと思いついて早いことや,早いことやったもの勝ちだなっていうところはある。はい。なので、まあ今日もやるかね。まあそのなんていうの、普通の従来型の縦の特化ブログに行き詰まってるような、そういう横の特化ブログっていうのも発想として持ってると。 まあ、そのサイトの幅が広がるんでね、いいんじゃないかなと思います。